はい、どうも、僕監督と申します。本日もワールドサッカーコレクションです。わさこれやっていきたいと思います。僕監督ゲームチャンネルでは毎週水曜日、15時にわさこれの動画を配信してます。それでは今日もやっていきたいと思います。はい、新力ログインスタンプ、あと少しでね、満タンになりますので、はい。お。はい、掲示板書き込みの報酬いただきました。ですね、先週ね、まあ、すごいね、プレミアで連勝してたんですけれども、まあ、そっからね、何回か負けてね、結局2位でフィニッシュしました。で、2位でフィニッシュして、リーグ戦最終的に、入れ替え戦に、プレミア、Sプレミアのね、方と対戦したんですけれども、まあ、1敗1分けで、残念ながら、ま、昇格することできなくて、またね、今週もね、プレミアでの戦いが続いております。はい。なんですけれどもね、なかなかね、今回やばいですね。全然勝ててなくて、もうディビジョン1、降格圏内ということで、かなりやばいです。はい。一番、はぁ、ちょっとこれで勝てんかったら、ちょっとやばいかなって感じですね。ということで、やっていきたいと思います。現在のイベントですけれども、こちら、何やったかな？ギャラクシーカップじゃないわ。いつもこれ忘れるんですよ、ね。説明で見た方がいいか。ユニオンカップね。はい。今これやってますけれどもね、ちょっとね、途中でね、まあ、最初の方ね、寝落ちしたりとか、まあ、いろいろあってね、この、ユニオンバトル、オラニエカップですね。全然ね、メダルが集まってません。あ、間違えた。はい。ちなみに今ね、メダルこんな感じでね、187枚しかないですね。あとね、今日、水曜、木曜と、まあ、2日でね、このイベント終わるんですけれども、250枚ちょっと届かないかなっていう感じですね。もう届かなかったら、このコスト20以上ガチャ券でね、ちょっと我慢しようかと思います、今回はね。はい。ということで、今日もね、ガチャ券、今日は回していきたいと思います。今日もか。はい。まあ、マースガチャ券ですけれども、前回の、まあ、イベントの報酬で、スタンプマッチの報酬ですね。まあ、スタンプマッチもね、最後この追い込みをね、まあ、失敗してしまいまして、スタンプマッチ、コスト20以上ガチャ券で、まあ、フィニッシュしました。あ、ちゃうか。どっちだったかな。結局、報酬なしだったんかな。ちょっと忘れてしまったんですけれども、まあ、ちょっと報酬少ないんですけれどもね、今日は蹴っていきたいと思います。まずはコスト20以上ガチャ券、こちらいきます。まあね、コスト20以上であっても、つけば問題ない。頑張れ。うん。こんなもん。はい。星4。つ。マヌエル・トリゲロス。はい、次行きましょう。星5ガチャ券。もう次々行きます。星5ガチャ券いきます。で、あとね、結構ね、ミキサーが何個か回してたと思うんで、そちらも回していきたいと思います。お、バッカ！コスト29か。いやー、微妙やな。コスト29は。はい、続きまして、コスト21以上 CLS ガチャ券いきたいと思います。これまして多分ね、CLS のカードが、ここは期待したい、ミキサーが回せるんじゃないかなということで、ちょっとね、喉の調子がね、あんまり良くないんですけど、まあ、やっていきたい。まあ、やっていきましょう。お。アーセナルやな、これ。でも分かれへん。ギブスか。キーラン・ギブス。あ、結構ええやん。コスト32。まあまあ、なんか CLS 最近なんかコスト高いのよう当たるな。いや、どうやろう。32やったら置いとってもええような気がするな。よっしゃ。次。ミキサー。ミキサーね。はい。なので今日はちょっとね、短めの動画になりますね。もう、すでに半分を過ぎてますからね。はい。どうしようかな。ニューウェーブスター。これいこうか。なんでね。この辺か。はい、行きます。ニューウェーブスター。ミキサー行きます。さあ、これいつ見てもエメラルドが好きだよな。ただ、お？これちょっとひょっとしたら、微妙な、あ！ SP スキルが S や。すげえな、僕 SP スキル S の選手ね、育ったことないんでね。ひょっとしたらこの SP スキル S って、星5コーチ2つ買ったりしますかね、わかんないですけど。まあ、433のし、あ、所持数1や。あ、ということはこれ新しいやつやな。この選手じゃあ置いとかなあかん。一応ポジション的には、右サイドバックか左サイドバックかどっちかがね、あのな。
ペレス、ブルーノ・ペレス。ローマの選手なんですけど、実はあまり知らないですね。あまりというか全然知らんわ。ブルーノ・ペレス。はい。どっちのサイドバックなのかな。まあまあでもすごいな。CLS ミキサー行きましょう。これはね、確実に回したと思います。キーラン・ギブスは触らずに、これはファビーニョ。ファビーニョか。サプライズサッカー。一応これも。サイドバックに渡るな。どうなんですかね。こっちを、二人もいらんやろ。オフィシャルドリブル封じと、こっちがパワー系ミドル封じか。どっちがいいんやろ。分かれへん。ちょっとファビーニョ、絶対使わんもんな、これ。それか、アシェリーコール。うわぁ、悩むわ、これ。こっち行こうか。行きます。あ、間違えた。パワー系ミドル封じの方を売りましょうか。売るというか、ミキさんにかけようか。ギブスは今取ったばっかりの選手だもんな。ちょっともったいない気するもん。じゃあ行きます。これでミキサー。ちょっとね、もったいないけどね、コスト33のね、CLS やから。もったいないけど使わんという意味ではもう、ミキサーにしちゃっていいんじゃないかということで、はい。まだみんないい選手。はい。強い選手。うわ。メルテンス。強そうやけど。あかん。もう、どのメルテンスか分からへんもんな。いつも当たるから。このフォーメーションまた当たった。ドリス・メルテンス、コスト27、スピードスター、これはちょっと微妙か、さすがに。いやー、ということで、NDS も多分回されん、これ回されんかったと、回されんわ。GCS。あー、ダメか、はい。ということで、まあこんな感じですね。まあ一応コスト30以上の選手がね、結構2人ぐらい来たんかな。ニューウェーブスターのあの選手ね、誰だっけ、この選手、ブルーノ・ペレスですね。ブルーノ・ペレス聞いたことあるな、でもな。あれはブルーノ・アウベスや。はい、ということでね、まあ今日はこんな感じでね、まあ、ミキサーと、ガチャ券と回してきましたけれどもね、まあ、主力に入れる選手はいるのかなといった感じなんですけれども、まあ、ぼちぼちまたやっていきたいと思います。イベントね、頑張って、250枚ね、ユニオンメダル獲得できるように、まあ、残り頑張っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。ということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。